羽生結弦選手の24時間テレビ、ファンのみならず、ゆずの元気な姿は、待ちわびた人が戻ってくれた喜びそのものでであった。特に、リンクの上でのアイスショーで、地元の少女たちとのアイスショーは楽しく、しかも、後半のホワイトレジェンドは、スケートファンをうならせる素晴らしい演技であった。そんな羽生結弦選手の姿に、彼が伝えたかったメッセージについてた語られていた。記事を読んでみた。これは生で見ないとと思っていたものが一つ。それは日本テレビの24時間テレビ内での熊本の被災地に向けてのメッセージを込めた羽生結弦のスケートでした。東日本大震災から現在に至るまで、羽生結弦が寄付も含め本当に多くの献身的な活動をしていることは、私などよりも皆さんの方がご存知でしょうから詳述は控えますが、それでも一つだけ、こうした活動を震災の当事者が続けるということは、その記憶と向き合い続けること、その記憶から逃げないと決意していることを意味します。その一点だけでも全面的な尊敬に値すると私は思っています。というか、むしろそこまで背負わなくてもいいの、被災した人は自分のことだけ考えるくらいでいいのよ、という気持ちの方が強いくらいでして、そう思いつつ、私はあえて今回のエッセイでは羽生のスケートそのものの凄みを書いてみたいな、と。というのも、羽生がこの滑りにどんな思いを込めたかということに関しては、私以上に羽生結弦のことを愛している人たちが、それぞれのやり方や言葉で受け取って、ご自分の胸に刻んでいることでしょうから。そういった方々の思いは、それぞれにオリジナルで、それぞれに大切なもの。そこに口を差し挟むような真似は野暮というものです。なので、この連載において、初めて羽生結弦のことを書いた時と同じように、テクニック的なことを中心に箇条書き形式で綴ってみたいと思います。スタートの一蹴り、要するにほとんど助走なしですぐに稲葉川に入れる。その稲葉川がどこにも力が入っていないように見えるのに、途中からスピードがうんと上がる。どんだけ正確にエッジに乗っているのか、ちょっと想像がつかない。ドーナツスピンでエッジを掴んでいない方の手がきちんと音を捉えている。ドーナツスピンをほどいて、すぐに反時計回りから時計回りのターンを入れる。トリプルアクセルをレイバックイナバガーから続くステップを入れてから飛ぶ。これまでのどの競技会でも見せたことのないエントランスではないかと。ジャンプ前のコネクティングステップのバリエーションの豊かさに改めて驚く。羽生にとってナチュラルな回転方向ではない時計回りのターンであっても、目を見張るほど精緻。そこからすぐにインサイドのイーグルへとつなげる滑らかさにため息が漏れる。シットスピンの体勢でツイズ。そこからパンケーキポジションに移行する際、足元だけを見ているとどこから上体の体勢が変わっていったのかわからないほどトレースが一定。しみじみといいものを見せていただきました。で、私なりのチケット代として熊本への寄付をしてみたり、病気じゃなかったらね、医療費のこととか考えずに大盤振る舞いできるんだけどとも思いましたが、ま、そこは人それぞれということで、最近ますます私は自分に甘いのです。もちろんこれはみんながみんな寄付すべきと言っているわけではありませんので、誤解なさらないでいただきたいのですが、と記事は結んでおり、多くのゆずファンたちの心の喝采が伝わってくるようで、心がほっこりと温かくなり、とても元気をいただけた。もうすぐフィギュアスケートのシーズン、そしてプレピョンチャン五輪と大きな期待が持てるシーズン到来で、心が落ち着かなく暦ばかりを見てしまう。ゆずお帰りなさい。そしてこれからの感動の時間を共有できる喜び、それに感謝し、心からエールを送り続けたい。羽生結弦選手の存在は人の心を揺さぶるほど強烈で刺激的な魂への活力なのだから。